皆さんおはようございます。世界的な金融変動の中でビットコインは苦戦しています。欧州の株高とイングランド銀行による夏の利下げの可能性にもかかわらず、ビットコインは6万2千ドル以上を維持するのに苦戦している。ビットコインの価格は欧州の指標にはほとんど反応しないようですね。ということで、最新の米国スポットビットコイン ETF を確認してみましょう。5月8日の米国スポットビットコイン ETF はわずかに流入していました。5月8日の香港のスポットビットコイン ETF を確認すると、わずか101枚のビットコインの流入となっています。現状、香港のスポットビットコインの流入の期待外れがビットコインの価格に多少なりとも影響しているのかもしれませんね。では最新の5月9日の流出入を確認してみましょう。 195BTC が流出しました。わずかにマイナスのようです。ですが、ビットコインの価格が下落する中、ビットコインクジラが24時間で9億4100万ドル相当の BTC を蓄積していました。イーサリアムとインフレ。イーサリアムの価格は証券としての分類をめぐる政治的議論の最中、最近3000ドルを下回り、サポートベースは2972ドル付近に落ち込んだ。特にイーサリアムネットワークは取引手数料は減少したが、バーンされる手数料の総額は減少したため、 ETH のデフレを抑えることができず、デン君アップグレードにより証券全な通貨とは見なされなくなった。この変化により、オンチェーンデータによって確認されているように、イーサリアムはインフレ傾向になった。イーサリアムの価格が落ち込んでいる要因の一つに、イーサリアムの発行枚数の増加というインフレ傾向もあったようですね。マージによるマイナー報酬の廃止により、ネットワークがデフレ化するだろうと誰もが予想していました。実際にそうなり、大量の ETH 供給が焼却されました。ある時点では流通供給量が減少し始めました。しかし、デン君のアップグレードで状況は変わりました。クリプトクワントのデータによると、デン君アップグレード前の3月12日には1億2000万だった流通供給量は、メインネットアップデートの2日後に1億2010万に増加しました。クリプトクワントの創設者兼 CEO は次のように述べています。デン君のアップグレード後、 ETH は超音波マネーという物語から脱却し、手数料の削減によりデフレの地位を失いました。イーサリアムの強みは DAX にあります。ビットコインの堅実なマネーという物語と比較しない方が賢明でしょう。イーサリアムにはビットコインと違って総発行枚数の上限がないということですね。ですが、イーサリアムを取り巻くエコシステムの発展がイーサリアムの強みということになります。価格の相関関係を調べてみると、イーサリアムとビットコインは強い相関関係にあります。よほどのネガティブトピックがない限り、ビットコインが上昇すればイーサリアムの価格もポジティブに反応するので、デフレを必要以上に心配する必要はないかもしれません。こちらはビットコインのドミナンスチャートです。多種多様のアルトコインが誕生しているのに、ビットコインの優位性がますます高まっています。そんな中、半年間で 165% ものパフォーマンスを発揮している分野があります。それがミームコインインデックスです。このインデックスの中身は、ドージコイン、シバイヌ、ペペ、ドッグファイファット、フロキーヌ、ボンクです。ここから言えることは、ビットコイン以外でパフォーマンスを狙って投資するなら、ミームコインということになります。おいおい。なお、ミームコインはビットコイン以上にボラティリティが発生するので、投資というよりも投機になるかもしれません。ですが、ミームコインも最近のビットコインの下落の影響も多少なりとも受けているようです。過去1ヶ月間のパフォーマンスを見ると、4月に入ってからミームコインを購入した人のほとんどが損失を出しているかもしれません。送り人や100倍1000倍のサムネイルタイトルにつられて購入するとそうなります。おいおい。ドナルド・トランプ氏、
仮想通貨に対する姿勢を一転、バイデン氏との大統領選でデジタル資産を支持。かつてビットコインを批判していたドナルド・トランプ氏は、現在では選挙資金として暗号通貨を全面的に支持しているようです。トランプ氏は仮想通貨投資家を保護すると約束しており、バイデン氏の規制戦術とは対照的です。選挙の真っ最中、トランプ大統領は NFT を立ち上げ、選挙資金を強化するためにデジタル資産を採用しました。トランプ氏のデジタル資産支持は米国の暗号通貨政策を一新する可能性があります。トランプ氏が当選すれば、 SEC の規制の対象になっていた仮想通貨はポジティブな恩恵を受けるかもしれませんね。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。